フェリックス水道の泉、フェリーチェ水道の泉は、イタリア・ローマのクイリナーレにある泉。ローマ教皇シクストゥス5世が修復、再建したフェリックス水道の末端施設として、建築家、ドメニコ・フォンターナにより1585年から1588年に作られた。フェリックス水道に、噴水は広大に作られた、トリトーネの噴水など複数あるが、 本校ではその終端にある猛勢の噴水と呼ばれるものを扱う。なお、名称は、シクストゥス5世の教皇就任までの名前が、フェリーチェペレッティであったことに由来する。ローマ教皇シクストゥス5世が就任した1585年に、稼働していた、水道施設は、古代ローマ水道のビルゴ水道を修復、再建したベルジネ水道をただ一つであった。当時のローマ市民は、 飲むことができる清潔な水が必要な時は、ベルジネ水道の末端施設であった後のトレビの泉周辺にあった泉まで出かけていた。教皇シクストゥス5世は、それ以外のローマの各地区への水道施設を復旧する任務を追い、アレクサンドリナ水道などを修復したフェリックス水道の末端施設として、フェリックス水道の泉を設けた。古代ローマ以降、 初めて作られた壁画を持つ記念碑としての噴水施設である。終端に貯水槽を設け、そこに本校のモーゼの噴水を置き、さらにクイリナーレ街に沿って南西へ、クイリナーレ宮まで水を供給した。トレビの泉、パオラの泉とともに、ローマ三大噴水と称されることもある。フェリックス水道の泉の碑文と日本語訳。シックスタス V。 ポンマックスピセニズ、アキム EX ワグロコロンニー、ビアプレニストシニストローシサム、マルタコレックスヨネビナラム、ダドシヌオソエリセプテクロ、ミル XXA、キャピット21アダキシット、フェリスマックデノミネアンテポンディクシット。ありがとうございます。